皆さんなんですけども、はい、ちょっと少しだけここでご紹介をさせていただこうと思いますけども、実は彼ら風船うさぎさんというんですけども、もう皆さん大好きな昭和歌謡の世界をですね演奏してくださる、そんなバンドでございます。昭和歌謡言うけど、はい、僕らははっきり言ってオンタイムのズバリの年ですからね。いや、私はまだ生まれてないので分かりません。誰が平成生まれやねん。どの口が言うねん。2005年に結成されたんですけども、うん、はい、まあ新海地にぴったりだなと思うところはですね、この昭和歌謡と笑いを届けて皆さんを笑顔にしたいっていう、そういうバンドなんです。笑いも届けてくれるという、そうなんですよ、いいですね、ね、嬉しいです、実は新海地音楽祭初出場が2017年の、スクエアステージ5年前ですね。 でそこから3年連続で出まして、4年目の2020年にこのメインステージで本当だったら演奏していただく予定が、ちょっと延期になったと。厳正なるオーディションというか審査の上でメインステージ上がること決まっとったんですが、こういった状況下で延期になってしまって、そうなんですよ、ね、で満を持して3年ぶりに登場してくれるということですね。楽しみでございます、はい、もちろんファンの皆さんでね、ここで会えるっていうのを待ってた方もたくさんいらっしゃると思うので、今日は目いっぱい大きな拍手でね、応援をしていただければなと思いますよ。チェックを行います、はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ゲイリー・ムーアが好きという。いや、そのうち本当、
ていくじゃないですか。ユニークですね。わなほなのボスね。ちょっともう話やね。もうね、あの還暦付近の皆さんしかわからないという世界になってましたね。そんなことないよ。いや、ほんまに。ジミーページはもうみんなのバニーの言葉よ。はい、この中にあの風船ウサギって書いた T シャツ着てる方がたくさんいらっしゃって、ウサギちゃん、実はそのうち の, あのオリジナル T シャツ、今日はね、着てきてねって言ってた。結構いるね、皆さん、ありがとうございます。今日これあの物販で販売されるんですか。それがね、今日物販ないんですよ。マジかよ。じゃあそう、ちょっと売れちゃってサイズがね、揃ってないので、まずあの、オンライン通販やってますよ。もう今、ちゃっかりなんか宣伝してますね、もう。今井ちゃん、ありがとう。ちょっと一番前の方、ちょっと立ってもらっていい、風船ウサギの。で、ちょっと恥ずかしいと思うけど、向こう向いて、こんな T シャツで。ありがとうございます。ありがとうございます。1枚2000円でございます。はい、もう座ってください。安いですよ。めっちゃ良心価格ですわ。めっちゃ生地柔らかくて。普通のアーティスト2800円で値つきますから。2000円ですよ。ないですよ。いや、ないです。1回洗ったらむっちゃ縮むんですよ。1回洗ったらむっちゃ縮むんですよ。縮みませんよ。全然縮みません。全く縮みません。ちょっとあのね、もうええんですよ。責任者いらんこと言いな。このままいったら2時間喋ってますよ。そうですね、じゃあ仕切り直して、はい、じゃあ、 僕いつものぶとい声でアーティスト名紹介するの何なんで、まあ、アーティスト名はどれだけかな、女子に可愛く紹介してもらう、ね、ちょっと待ってよ、俺がなんか風船ウサギ風船ウサギだ、なんかボスさんがおるのどう思えかって感じだろ、はい、可愛くいいじゃん、風船ウサギ可愛い声、風船ウサギいきます。オールナイトのテーマはしません。はい、いきます。
では改めまして風船うさぎです。皆さんこんにちは。こんにちは。はじめましての方はじめまして、お久しぶりの方お久しぶりです。巻きでやっております。では本日はですね、MC 短めで、曲をやっぱ音楽祭やから曲をたくさんやった方がいいかなと思って、普段は半分ぐらい喋ってるんですけど、まあそういったライブはまた後日、別途来ていただく。大丈夫や。ゆうこやめるの。ゆうこその話はもうしたやろ。メンバーで私はもうちょっと進んでるからな。では続きましては、昭和48年です。ちょっとゆっくりした曲になりますけれども、いいですか皆さん、はい、では小坂明子さんのあなたでお願いいたします。あんまりいないかなと思いまして、本日どうしてもやりたかったということなんですけど、まあ、続きましてですね、どんどんいきます。これ一すいませんが、もうちょっとお付き合いください。
ではいいですか。では昭和49年です。西城秀樹さんの傷だらけのローラ行きましょう。この曲で新開地音楽祭終わっておりますが、今日1点購入するんですか。もうフルでいきましょうか。じゃあはい、そしたらですね、ちょっと時間がちゃんとあるので、フルコーラスやりたいと思いますが、皆様と来年、来年のまたこの新開地、来年またメイン会場で会いましょう。皆さんとまたお会いできることを祈って、次の曲を歌いたいと思います。では最後の曲ですが、尾崎清彦さんのまたお日まででお別れしたいと思います。どうぞ。はい、ありがとうございます。
2本あるで。もうない。ありがとうございました。ありがとう。Thank you。 ありがとうございました。風船うさぎでした。ありがとうございます。今回は豪華7人編成でございます。いや楽しかった。わかった。ミュウミュウ可愛い。ありがとう。もっと言ってもっと言って。歌ってる時ド迫力。すごいね。これだからさ、ワンマンライブみたいなもん見に行くとさ、はい、これにさ面白トークがついてくるわけでしょ。もうほとんど面白トークで。たまりませんね。これでも十分面白トークで。ありがとう。まだ行くわけですか。もうずっと喋ってるもん。お腹のお腹とかひっくり返るほどいいよ、ね。いや本当にありがとうございます。私のお気に入りのポンゴマンもね、ものすごい活躍してました。大満足です、そしてあの、はい、ギソンのギターのね、はい、フローム東京の人もね、かっこよかったですね。あれすごい、ありがとうございます。なんせもう、はい、責任者のドラムの音が最高に良かった。そうなんですよ、うん、渋かったね。それであの、はい、小田さんでしたっけ、卒業。あ、小川さんですね。小川さん、はい、小川さん、ね、ご苦労様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。長年ね、まだ9月までね。そう、あの彼女9月にあの卒業ライブが、卒業コンサートがありまして、またワンマンでみっちりやります。よし、はい、楽しみにしていきましょう。2ステージか3ステージぐらい、はい、今日はまた